インゴルシュタット付近の新線区間ミュンヘン、ニュルンベルクエクスプレスニュルンベルクインゴルシュタット、ミュンヘン高速線は、ドイツの高速鉄道路線。バイエルンニ州の二大都市であるニュルンベルクと、州都ミュンヘンを結ぶ、総延長 170.8km の路線である。北側のニュルンベルクインゴルシュタット間は最高速度、時速 300km に対応した、高速新線区間で、 1998年から2006年の間に付設された区間である。90.1km の内トンネル区間9箇所が含まれ 27km に及ぶ。環境への影響を最小限にするため、ほとんどの区間がアウトバーン9号線の右側に沿って付設されている。南側のインゴールシュタットミュンヘン間は19世紀から存在する在来線区間を 時速 200km 走行に対応するため大規模に改良した区間である。2010年から2013年にかけて中間区間の軌道も改良工事が完成する。インゴルシュタット・ミュンヘンの若干の区間では最高速度は時速 160km から時速 190km となっている。長距離列車と近距離列車両方の運行が行われており、 長距離列車のアイスは最高速度時速 300km、地域列車のミュンヘン・ニュルンベルク・エクスプレスなどは最高速度時速 200km で運行されている。普通列車にあたる種別の列車、アラースベルク・エクスプレスも運行されており、ニュルンベルクとアラースベルクを最高速度時速 140km で結んでいる。路線は、 公式には2006年5月13日に開業した。ワールドカップドイツ大会を前にした同年5月28日には2時間ごとの長距離サービスが開始され、2006年12月には全面開業している。アウクスブルクを経由した以前の経路と比べると、2 9トルの距離の短縮、30分の所要時間の短縮が図られた。 ローカル列車では1時間前後短縮されている。ほとんどの区間で2009年までに自動列車制御装置にあたる LZB や列車運行管理システムにあたる GSMR 保安装置へタックスが導入が完了する見込みである。建設費は2006年1月現在36億ユーロである。世界最速を記録した。 BB1216-05-0 から5建設中の、軌道1867年11月14日、ミュンヘニン,ンゴルシュタット間の鉄道が開通され、1870年4月12日、トロイヒトリンゲンまで延長された。1990年代に、在来線の最高速度がすでに時速160キロメートルに、至った。列車の走行速度を上げるために、 ミュンヘン・インゴルシュタット・間が3つの区間に分割されて改良工事が行われた。ミュンヘン・ペタースハウゼン・間は2006年12月に最高速度時速2 0 0トルの区間に変化した。ペタースハウゼン・ローア・バッハ・間の工事は2015年8月終わり、最高速度は時速1 9 0トルとなった。残りの区間は、 時速 160km の区間に改良された。最初の計画は1983年に遡る。当時、西ドイツ国鉄ではより直接的に、ニュルンベルクミュンヘン間を結ぶことを計画していた。この計画は1985年に、西ドイツ政府の交通インフラ計画に盛り込まれ、続いて議論が行われ特に、アウクスブルクかインゴルシュタットどちらを経由するかが、 論じられた。アウクスブルク経由より、インゴルシュタット経由の方がより直接的に結ばれるが、都市の規模では、インゴルシュタットより、アウクスブルクの都市圏の方が大きかった。本格的な工事は1998年に開始され、議論も一応の解決を見た。総工費は23億ユーロであると想定されていたが、地質学的な問題、環境、 セキュリティ対策などで13億ユーロのコスト増となった。2006年9月2日に、オーストリア連邦鉄道の電気機関車線2 1 6 0 5 0が機関車としては、世界最高速度の新記録時速 357km を樹立した。同線を走る列車は、主に以下のようなものがある。地域輸送の場合、以下のような路線がある。ニュルンベルクキーンディング間は、 ニュルンベルク広域輸連合に属する。キンディング・インゴルシュタット間は、インゴルシュタット運送会社の管轄下にある。ありがとうございます。